こわり。おかえりって俺に黙ってることあるよ。は？なんであんたに黙ってることなんてありません。お母さんはほんまにな、ほんまにってないよ。なんねん、あんたに隠すようなことはありません。お母さんはこの前の田植えの時、お兄ちゃん5000円もらったらしいな。なあって、もらったんじゃない、手伝わしたけん。そん時にほんま俺にも5000円くれったよ。なあ、なんねん、くれてたんやろ。もう深夜とヒロに5000円ずつってやらしたけんよかて。なんでそんなこと言うの。手伝っとらんけんた、たぶん手伝ってなくてもくれたんや。なあ、なんねん、なんです、なんでその話を大体知っとると。あんた違うやん。おとんが今年田植え手伝えへんくてごめんなって一本電話入れろっておじいちゃんに、うん、電話したらおじいちゃん、お兄ちゃんと俺に5000円ずつあげようとしたけど、おかんがヒロの分はいいですって断られたから今度取りに来いっておじいちゃんに言われた。優しかねえじいちゃんは。優しかねえじゃないや、なんでそんなことすんの。手伝っとらんけんたい。ちょ、ね、あげるって言ってたよ、おじいちゃん。あげるって言わしたよ。ねえ、深夜とヒロに5000円ずつて、ね、バッテンやって、今年はヒロちゃんは田植え手伝い来とらんけんがいりませんって。ね、毎年家族ね、みんな親戚みんな集まって1年2回だろ、田植えと稲刈り。この2回は毎年みんな家族も親戚も孫たちも集まって手伝ってやるっていう決まりだろ、たい。それであんたは今年手伝い来んかったでしょ。でお兄ちゃんとお父さんとお母さんで行きました。それでじいちゃんがお小遣いで今日は手伝ってくれてありがとうねって言ってから5000円やらしたった、お兄ちゃんに。それでヒロが来とらんばってん、またヒロが怒るとけん喧嘩するとけんって言ってヒロちゃんにも5000円渡しとってって言わせたけん、よかてじいちゃん、ヒロは今回手伝い来とらんけんがその5000円はよかって、また来年取っとってって言ってお母さんは返したと。なんでそんなこと言うのって。手伝っとらんけんたい。あげろ言うてんねんから。あげるやん、もらえるもんはもらっとけって。別に悪いお金じゃないやん、渡すって言ってんねんから。悪いお金じゃないけど別にもらわんでいいお金たい。あんた手伝っとらんとだけん。だってもうこの日にね、田植えするって決まっとって、あんたがケント隆起とどうしても外せない用事で前々から約束しとってて、ダメって、毎年みんなで1年分のねお米ばじいちゃん家からもらいよっとだけ、1年間お米お金払わんで食べよっとだけ、1年に1回2回田植え稲刈りの時はみんなで集まって手伝うという決まりばあんた破ったんでしょうが。絶対手伝わせなダメって言うたけど、お父さんももう今年はお父さんのお姉ちゃんところもお父さんところももう夫婦でもう子供たちも懲らすけん人手は足りとるけん、もうケント隆起と前々から予約しとったなら約束しとったならもう今年はヒロはええたって。それで喧嘩しただけね、甘かって。あんた甘かったんて、遊びだっけ。でもあんた遊び行ったんでしょ、楽しかったんでしょ。こっちはみんなね1年分の家族親戚のご飯、お米を作るためにね、汗かいてね、朝から夕方までみんなで働いて仕事したと。そこであんたおらんかったんだけど、もらう資格ないぞ。いや、だからそれいけへんかったらごめんやけど。だけん言ったじいちゃんにごめんって謝って、それで終わりたい。ちょ、いや、もらっといてくれてよかったんや、楽しいやん。だけお母さんは受け取れんかったて。もう申し訳なさが勝ったけ。
なんでヒロちゃんは来とらんとっても言われたし、それでお兄ちゃんに5000円渡した時に喧嘩するけんって、もうあんたの性格も知っとらすと、じいちゃんばあちゃんも。お兄ちゃんだけにやったら、なんでお兄ちゃんだけもらってて、後で怒るの喧嘩するの分かっとったけん、ヒロちゃんにも渡しとけって言わしたけど、それはもう今回だけはいりませんって断っただけの話だ。でもちゃんとお兄ちゃんにももう黙っとけよって、もう、え、黙っとけよって。別にそれは隠しとったんじゃなくて、ヒロが知ったらまたガーガーブーブー言うけん、もう5000円もらったことはもう言わんでよかって。やば、じゃ卑怯なことし、卑怯じゃないか、一生懸命頑張らしたけん。お兄ちゃん家族でそんなすんなよ、嘘とかそぎゃん問題じゃなかろ。だい実際怒っとるんだ、こうやって。あんたも手伝いに来れば普通に5000円もらって終わりだって話だろ。別に隠しとったわけでもない、ただ話が円満にね、何もなく平和に進むように、お兄ちゃんにはもう5000円もらったことは言わんでいいけんねって。でもあんたが頑張って手伝ったお金だけ自由に使いなさいって言うただけ。そればあんたがじいちゃんに電話して、じいちゃんがあんたに言わすとも思わんかったけ、優しかったね、みんな手伝って孫たちはみんなもらっとったよ5000円。あんたは何もせんで汗水垂らさんで5000円もらえるけんよかねえじゃん。今度じいちゃん家でもらうたい、もうそこから先は知らん、お母さんとの話じゃないけん。じいちゃんが直接あんたにやると取りに来いって言わしたならそこまでしてお母さん止める権利ない、もらい行くたい今度5000円もらうよ、そうん、もう好きに使うたい、おいる言うてんねん、うん、じゃあそれで終わりたい。なんでわざわざガーガーブーブー言われなんとね、お母さんが。いや断ったことに対して言ってんよ、もらいたくなかったけん断ったった。それをおじいちゃんが聞くって、なんで言いたい、その5000円ももらってお母さんのポケットに入れとくよりいいでしょ。お母さんはいりませんって言っただけの話、なんでそれでいちいち言われないかんと、意味わからんと。あんたが怒っとるね、場所がわからん。いや、断ったことや。当たり前じゃない手伝ってないのに。5000円もらえる。意味わからんと。じゃあ逆になってごらん。ねえ。お兄ちゃんだけ何も言わさんけど。あんたが逆に手伝いに来ました。お兄ちゃんはね、田植え手伝わずに遊び行きました。もしくは言いたい、塾でもなんか別の用事でも言いたい。ね、お兄ちゃんは田植え手伝ってません。ひろちゃんだけ一人で行きました。汗水垂らして働きました。じいちゃんが5000円ずつって渡したら、は、お兄ちゃん手伝ってなんけんもらわんでええどって。それ一番俺にちょうだいとか言うでしょ。分かっとっとだよ、あんたの性格は。ばってお兄ちゃんは何も言わさんよ。ね、図星でしょ。あんたが言っとってお兄ちゃんが食べる手伝いこんかったら、いや俺は手伝ったけん5000円もらうけど、お兄ちゃん手伝ってないけん別に5000円もらわんでいいぞとか言うでしょ絶対。あんたはだけど気持ちは分かるわけでしょ、手伝ってないのにもらっちゃいけないっていう気持ちは。言わんね、もうやめてや今後。何番そういうことあって も何そういうことって、渡すってなったらもらっといてやって話。いや、これからもお母さんももらわん。それはね、お年玉とかなんかお入学のお祝いとかね、二人にやるとかいうお金はもらう。ばってん、田植えとか稲刈りとかじいちゃんちの手伝いで、なんで手伝いに行っとらんもんがもらうか意味がわからん。お兄ちゃんもお父さんもお母さんも親戚もみんな汗水垂らして1年分のお米のために頑張っとると、自分が予定作って遊び行ったんだろうか、その分楽しんどっただけ、5000円分ぐらい楽しんだろうた。それでじいちゃんからお小遣い5000円もらえか買ったけんってガーガーブーブー言うな。なんか何ね、もう知らんってお母さんに聞かんで、もうお父じいちゃんとやり取りすればいいったよ。いやもういいわ、じゃあもう今後やめてやって話。なんで今後やめてやって、こっちが言いたい、今後やめてや、行くから次は来年行くから、ちゃんと来年も再来年も毎年来い、家族のイベントだけ行くわ、たまたま、うん、今年行かない、甘かった、うん、今年行かんかったって日にちも決まっとっただけ。
その日に予定入れた自分は間違いだろうだ。ええわ、今度もらいに行こう。勝手に行け、いちいち報告してくんな。すチャンネル登録よろしくねー。